毎年3600万の旅客機が空を飛び、その数は増え続けています。空の旅は初めてであれば混乱を招き、よく飛行機を利用する人でも知らないことが存在します。さて、皆さんの理解を少しでも深めるために、乗客が抱えている疑問を解消していきましょう。フライト中にドアが開いてしまったらどうなる？シュッ！さようなら！いや、これ映画の中だけの話ですよ。誰かがフライト中にドアを開けてしまったら、気圧の急激な変化ですぐに飛行機から引きずり出されます。機体に深刻なダメージを与えて墜落を引き起こす可能性もあります。幸いにもこれはほぼ起こり得ません。機体のドアは内側に開くようになっていますが、機内の気圧でドアは内側から押されているのです。内側と外側の気圧の違いのため、ドアを開くことは不可能なのです。電子機器のルールとは、昔々フライト中に電子機器は使えませんでしたよね。しかし今は違います。ほとんどの航空会社では機内モードを使用すれば小さなデバイスの使用を許可しています。パソコンは離着陸の際にはしまっておかなくてはいけませんが、タブレット、スマホ、他の手のひらサイズのデバイスはほとんどの場合 OK です。ただしデバイスが固定されているようにすることだけは忘れないでくださいね。つまり手に持っているかポッケに入れておいて、膝やトレーテーブルに置きっぱなしにしないということです。離着陸時に座席とトレーテーブルを元に戻さなければいけない理由は、飛行機は最も安全な移動手段の一つですが、事故が起こるとすればそれは離着陸の際。緊急事態の場合、座席から出られないという事態は避けたいはずです。パソコンなどの大きなデバイスが離着陸時に許されていないのもこれが理由の一つです。床に落ちて人がつまずいてしまう可能性は大いにありますよね。古い飛行機は安全か、どういう意味だ若造。皆さんは1999年製のパソコンなんかもう使っていませんよね。それにパソコンはほぼ音速で飛行するなんてことはありません。幸運にも飛行機はパソコンより寿命が長いんです。1970年代初期に製造された機体でまだ問題なく使えるものもありますよ。速度や燃費という観点からは優れてはいませんが、古い飛行機が現在の飛行機と比べて危険ということはありません。そしてここでトリビア。今現役の最も古い機体は KC-135 ストラトタンカーです。これは1957年から空中給油機として働いています。飛行機が空高く飛ぶ理由とは、ほとんどの旅客機は高度およそ1万1000メートルを飛行します。それほどの高度を飛ぶ必要はありませんが、この高度のおかげでベストな速度と効率性を実現できます。高度が高くなると空気が薄くなります。すると空気抵抗が減りますが揚力も弱まります。ほとんどの旅客機では地上9100メートルから12000メートルの間で空気抵抗と揚力のちょうど良いバランスを保てます。着陸の際に窓のシェードを開かなければいけない理由は、客室乗務員が窓のシェードの開閉を気にするのはおかしく感じられるかもしれません。なんだか怪しくないです？実はこれの主な理由は乗客の目を外の光に慣らすためなんです。大抵の場合はより素早く乗客を降ろせるかどうかの問題ですが、緊急事態の場合、飛行機から避難する際に乗客が目をしばたかせている事態は避けたいですもんね。クルーは長距離フライト中どこで寝るのか。通常であればファーストクラスの通路側です。少し広々として快適ですもんね。って冗談ですけど、17時間も操縦席に誰かが座りっぱなしなんて本気で信じてたわけじゃないですよね。7から8時間以上の長いフライトの際、パイロットは操縦室の近くにある特別にデザインされた休息シートで休むことができます。客室乗務員は自分たち専用の特別なエリアがあります。これは乗客の乗っているエリアとは別の場合があります。大きな機体であればメインの客室の上部または下部に特別なクルー専用の部屋が完備されています。
18時間のフライトに乗ったことはありますか？皆さんが経験した一番長いフライトは何時間ですか？コメント欄で教えてください。滑走路の数字の意味は？いや、滑走路で起こった事故の数じゃないですって。滑走路の最後にある数字に気づいたことはありますか？これは操縦士に飛行機が向いている方向を知らせるものです。例えば36は360度に、あるいは真北に進めを示します。数字に加えて R や L などの文字は最も近い滑走路が右または左にあることを示します。翼についているライトは何か？飛行機の翼の先についているライトはポジションライトまたはナビゲーションライトと呼ばれています。これは視界が良くない際に使われます。このライトのおかげで飛行機同士が暗闇でもお互いの姿を確認でき、操縦士は飛行機の進む方向を確認できます。左の翼のライトは赤く光り、右の翼のライトは緑に光ります。3つ目のライトは白で尾翼近くについています。飛行機雲ができる仕組みは？飛行機雲はエンジンの排気だと間違われることがありますが、ほとんどの場合はただの蒸気です。フライト中、空気中の水分がエンジンに集まって、これが排気とともに排出されます。エンジンから排出される高温の湿った空気は冷たく乾燥した空気と混ざり合って、長く薄い水蒸気の線になります。いつ飛行機雲が形成されてどれくらいの長さになるのかは湿度に左右されます。クルーがタイムアウトするとはどういう意味？これお仕置きの類かなんかですか？違います。操縦士が続けて14時間以上勤務することは規則で許されていません。さらに9時間以上操縦席に座ることも禁止されています。タイムアウトはクルーが最長勤務時間に達したことを示します。安全面の問題に関わるのでかなり深刻に扱われます。幸いにもほとんどの航空会社はこのような規制に合わせてシフトを組むようにしています。搭乗前にセキュリティで没収されたものはどうなるのか？ねえ、私の車庫に何が入っているか見たいです？いや、結構です。もし禁止アイテムを持ってきてしまったら、自分の車に戻って置いてくることを許可してくれます。またほとんどの空港ではチェックインした荷物に入れるという選択肢を与えてくれます。飛行機に搭乗するまであまり時間がないのであれば、戻ってくるまで落とし物センターで保管してくれるように頼むこともできるでしょう。しかし気をつけてください。簡単に自分のものを取り返せるとは限りません。さて、最後にもう一つトリビアをご紹介しましょう。空港に最も忘れられることが多いアイテムといえばパソコンです。セキュリティで取り出す必要がありますよね。そこで自分のパソコンを受け取ることを忘れて空のケースだけを持って行ってしまうことは驚くほどよくあるんです。デンバー国際空港では1ヶ月の間に95台のパソコンを回収したこともあるんですよ。わーお。今日新しいことが学べたら高評価してお友達と動画を共有してください。皆さんにお楽しみいただけそうな動画をご用意しました。左か右をクリックして楽しむだけ。ブライトサイドに仲間入りしましょう。